長らく待っておりました。私ははっきり覚えてますけれども、はい、高松の全日本で決勝に乗って、はい、あの時はヘルニアの手術を克服して、私が何度も何度も家族の話をして覚えてます？覚えてますまあ、当時怪我が多かったので、はい、まあ、なんていうんですかね、もう怪我が多かれ少なかれ、なんかそんなにこうグッと来るものもなく、はい、でも優勝戦には乗りたいと思いながら走ってたので、うん、まあ同じぐらい嬉しいです、うん。あの当時の話はやっぱりその新幹線で座っているのがきつくて立って帰るとか、そうですね、なんかもう本当に日常生活がっていうレベル。それも手術直前とかはそんなんでしたけど、うん、まあ今普通の腰痛ぐらいのレベルですし、うん、まあ、お金少なからみんなどっか痛いって言ってるので、はい、まあ、なんともないですね。その2014年から時間をかけてもう一回ダービー、あ、しかもっていうんですかね、ダービーの決勝っていうのはすごく価値のあることだと思いますけども。そうですね、まあ、何があったっていうのを一つずつずつ思い出せるぐらい、うん、段階を踏んでこれたと思いますし、はい、まあ、自分なりにそんな時間はかかってると思いませんし、うん、まあ、僕ぐらいの選手だったら当時も思いましたけど、うん、2回ファイナル乗れたっていうのはとても嬉しいことです。その中、準決勝9レースの最後の直線の突っ込み、これは全てを込めてという感じありました？もうがむしゃらな感じで聞いましたよ。いや、まあ、初日2日目と変わらず、うん、無我夢中で踏んでるだけです、うん。待っておりましたし、記念の優勝とかもずっと期待したり。そうですね、うん、ある意味時間かけてでも健介さんは成し遂げてくれるのであるのかなと思ってますよ、明日。はい、頑張ります。激しいガッツポーズずっと見てた。ありがとうございます。頑張ります。よかったです。ありがとうございました。